帰りたい。もう帰りたい。おい、女神、泳ぐのはマナー違反だ。あ、タオルが。うん。本来は物草なカズマたちを外に連れ出し、アクアに引き寄せられたアンデッドでも狩ろうと思ってカズマを焚きつけたのですが。そんな理由だったのか。しかし、あいつはどういう男なのだ。変わったやつというか、不思議なやつというか。この隣は混浴です。目の前に混浴と男湯があるとすれば、どちらを選ぶと思いますか。カズマ、そこにいるのでしょ。おい、カズマ、そこにいるのか。いるんだろう。いないようだな。私としたことがカズマを疑ってしまいました。なんだかんだ言ってあれで結構頼りになる人ですからね。盗み聞きをしている自分が恥ずかしくなってきた。ところでめぐみ、先ほどから気になっていたのだが、その尻の。おっと、いくらダクネスとはいえ、それ以上言うならタダでは済ましませんよ。しょ、やめ。今で。今まで見たことか。やっぱりいましたよ。クリエイトウォーター。どう、盗み聞きの代償として洗ってあげてください。お前も変な主人に飼われて災難だな。